ベンガル湾を航行するアメリカ、インド、日本の艦船 USS、ニミッツの上を飛ぶインド海軍のミック -29、ケーマラバール演習はアメリカ合衆国、日本、インドが高級的なパートナーとして参加する3カ国の海軍演習。最初は1992年に米印2カ国間の演習として始まり、2015年に日本が常在するパートナーとなった。 過去の非常任参加国はシンガポールやオーストラリアを含む。例年のマラバール演習は海上阻止行動を通じた航空母艦からの戦闘機運用から対戦線、潜水救助作戦、水陸作戦、対海賊作戦、クロスデッキしたヘリコプター着艦、対空戦闘作戦などの多様な活動を含む。2020年の演習でのオーストラリア参加に伴い、 クアットとして知られるグループのすべての国が軍事的に関与したのは13年不倫のこととなった。マラバール1と呼ばれた最初の海軍演習は1992年5月に米印館で開催された。演習は追い越し演習や基本軌道を含む初歩的なレベルだった。インドが核実験をした後にアメリカが演習を中断した1998年までに3回の 演習が実施された。しかし、国際的なテロリズムに対するジョージ・ W ・ブッシュの運動にインドが参画した同時多発テロ事件後にアメリカは軍事交流を再開した。何年にもわたり、演習はフィリピン海、日本の沖合、ベンガル湾、アラビア海にて実施されてきた。2002年の演習は、感染同士の基本的な追い越し軌道、対戦兵器演習。 洋上補給の訓練などで構成された。マラバール2003では、米海軍のフィッツジェラルド、長身潜水艦パサゲナ、インド海軍のブラーマプトラ、ガンガ、シャルキと航空機が対戦戦,戦術を実施した。2004年のマラバールの参加艦船は、ポール・ホスター、アレクサンドリア、ロサンゼルス急原子力潜水艦、海上哨戒機 P-3 オライオン。 SH-60CE ホークランプスのような先進的資産を含んだ。これにより、両海軍は対戦線協力のための重要な能力である潜水艦完熟演習に従事できた。2005年のマラバール演習は空母鬼ッつとビラードの参加が特徴づけた。開催月間中の米印海軍は合同での潜水救難作戦から、 模擬戦闘にて両軍が戦闘する24時間の海上シミュレーションまで多種多様の任務に共同で取り組んだ。2006年には、揚陸艦、巡洋艦、駆逐艦を含む13隻と、厳選プロビデンス、第15海兵隊遠征部隊からの、アメリカ海兵隊からなるボクサーの遠征打撃軍が、演習に参加した。遠征打撃軍が演習を率いる初めてのことであった。 アメリカ沿岸警備隊とインドのサマル級巡視船の追加は海洋法を施行する2カ国間の沿岸警備訓練の情報交換、対海賊作戦、汚染制御、捜索救難、船舶林検の支援などを可能にした。第2段階では、牧シズグはムンバイやゴアを含む複数のインドの港に立ち寄った。その機構は、牧シズグにインド文化を体験し、補給をし、 ハビタット・フォー・ヒューマニティ計画を支援する機会を提供した。訪問は将来のマラバール演習や参加国の軍の間の相互運用性を議論する機会を指揮官たちに与えた。2007年の演習でインド海軍の空母・ビラートの上空を飛ぶ、インド空軍のシープ・キャット・ジャギアの編隊飛行に加えた、インド海軍の BAEC ・ハリアーとアメリカ海軍の F、 A-18 スーパーホーネットマラバール2007は初めてインド洋の外日本の沖縄で開かれた。迎撃ともに空中戦闘演習の上、水上及び対戦戦、大海賊及び海上での他の非国家型行動を無効化するための海上阻止行動と VBSS 作戦を特徴とした。9月4日、ベンガル湾での海軍演習はインド、アメリカ、日本、 オーストラリア、シンガポールからの25席を含んだ。25席を含む、この規模の合同演習が実施されたのは、これが初めてのことだった。かつて米印二国間の関与であった、当演習は初めて拡大した。米印原子力協力について、首相のマンモハンシンの政権を批判してきた、インドの左翼戦線は、演習を二国間の成長する緊密さのもう一つの、 兆候とみなして、熱烈に抗議した。かつて、インド政府は、演習の延期あるいは中止を検討していたと知られているが、インド海軍が関連する物流がいかなる遅れもを許さないと主張し、譲らなかった。演習に公式なコメントをしなかった中国は、初めて、ベンガル湾にて演習が実施されたので、それに対して、不愉快であったことで知られていた。中国は、 ベンガルワンのアクセス権を得るため、バングラデシュとミャンマーとの海軍協力を醸成しており、スリランカと軍事協力を強めてきていた。6月に中国はインド、アメリカ、日本、オーストラリアに4社イニシアチブと称されるその4カ国会談に関しての詳細を要求し、外交紹介を発令した。インドとオーストラリアは、安全保障と国防の問題は会談の議事録の一部を、 形成するものではないと、直ちに平均に保証した。マラバール2007の間の米海軍は、6月に、チェン内に寄港した時に抗議を受けた、原子力空母2密を含む、13隻を伴う、最大の代表であった。他の艦船は、慣習的に、原子力空母キティホーク、原子力潜水艦シカゴと2隻の誘導ミサイル、巡洋艦、 6隻の誘導ミサイル駆逐艦を含んだ空母、ビラートを含む8隻の軍艦がインド海軍を代表した。その他の艦船は、マイソール、ラーナ、ランジート、補給艦、ジョキトクタルであった。ビラートの BAEC ハリアーとウェストランドシーキング、インド空軍のシープキャットジャギュアも参加した。オーストラリアは、フリゲートと補給艦1隻ずつ、日本は護衛艦2隻。 シンガポールはフリュゲート一席により代表された。10月19日からの12回目となる2008年のマラバール演習はアラビア海にて実施された。マラバール2008の目的は海上阻止に特に重点を置いた米印艦の向上した相互運用性の促進であり、大海賊、タイテロ作戦を含んだ。インド海軍製法艦隊を指揮するワニル・チョプラ、海軍少将は 下記のように言及する。ロナルド・レーガンの第7空母打撃軍には、高速戦闘支援艦ブリッジ、攻撃源泉スプリングフィールド、p 三小回帰が加わった。インド海軍の部隊は、ムンバイとラーナ、誘導ミサイルフリゲートのタルワル、コダバリ、ブラーマプトラ、ベトワ、補給艦、アディティアと通常動力型のシシュマール急潜水艦が含まれた。 4月29日から5月3日に日本の沖合で開催されたマラバール2009にてインド海軍、海上自衛隊、米海軍は彼らの海上パートナーシップを拡大した。マラバール2009の特徴は VBSS 技術、水上戦闘の軌道、対戦戦、艦砲訓練、防空であった。インドからの艦船には駆逐艦ムンバイ、カンジャール、駆逐艦ランビール、 補給艦助手を含んだ。日本からの参加艦船は、クラマと朝雪であった。アメリカからは、ブルーリッジ、フィッツジェラルド、ジェイフィー、シーウルフが参加した。インド海軍により開かれたマラバール2010を始めるため、4月23日に、インドのゴアに、米海軍第7艦隊の艦船、潜水艦、航空機が到着した。米海軍とインド海軍は、 この地域での安全保障と安定性を確保するため、お互いの欲求を共有する自然なパートナーであり、友人だ。と、第7艦隊の戦闘部隊司令ケビン、エムドネガン海軍少将は述べた。マラバールのような最高級の演習は、我々両者の熟練の海軍部隊の間で、我々の成長してゆく、関係性と相互運用性を強める。会場で実施された訓練は、 水上戦と対戦戦、連携した、艦砲演習、防空、VBSS 演習を含んだ。海軍兵たちは、陸海での専門職の情報交換や議論に参加した。ボアでの港湾訪問中の海軍士官らは、社会奉仕計画に参画した。この回のマラバール演習に参加した、米軍部隊は、タイコンデロが急誘導ミサイル巡洋艦射ロー r イバーク級ミサイル駆逐艦ラッセント j f ー、オリバー・ハザード・ペリー級誘導ミサイルフリゲートのカ圧、ツ、ロサンゼルス級攻撃厳選アナポリス、P-3 オライオン、SH-60CE ホーク、シールズ特殊部隊の文献を含んだ。アメリカの空母打撃軍、ロナルド・レーガンと、インド海軍4月2日から10日にかけてのマラバールの一連の演習は、沖縄沖にて開かれた。 ベンガル湾で開催された5カ国の海軍演習の前3カ国に対し中国が2007年に政策変更した後インドは演習へより多くの国を巻き込むのを止めていた2009年の日本の参加に伴う政治的な動揺は起きずインドはもう一度海上自衛隊の参加を認める考えに賛同できたマラバール2011には第7空母打撃軍が参加した 米海軍の部隊は主に、誘導ミサイル駆逐艦のスタレットとステザム、誘導ミサイルフリゲートルーベン、ジェームズ、攻撃厳選サンタフェを含んだ。インド海軍の部隊は、誘導ミサイル駆逐艦のデリー、ランビジャイ、ランビール、キルチと補給艦ジョティを含んだ。2012年の演習にて、カール・ビンソンに給油するシャクティ第17、空母航空団を乗せたカール・ビンソンからなる。 米海軍の第一空母打撃軍、タイコンデロンガ級誘導ミサイル巡洋艦バンカーヒル、アーレバーク級誘導ミサイル駆逐艦ハルゼーが10日間の演習に参加した。軍事海上輸送司令部の高速戦闘支援艦ブリッジも演習のため支援を提供した。サトプラ、ランビール、ランビジャイ、クリシュは補給艦尺地と共にインド海軍を代表した。海軍の演習。 マラバール2013は、ベンガル湾にて11月5日に始まり、11月11日まで続いた。会場フェーズにて計画された催し物は、専門職の情報交換と上官、通信演習、空母戦闘軍の運用、交互の進軍、ヘリコプターのクロスデッキ演習、艦砲演習、船舶林検と対戦線を含んだ。米海軍からの参加艦船は、 アーレバーク級誘導ミサイル駆逐艦、マッキャンベルと P-3 オライオンを含んだ。インド海軍の参加艦艇は、インド産のフリーゲート縛り区、誘導ミサイル駆逐艦、ランビジャイ、海上偵察基百 -142 を含む。2014年の演習で並んで航行する日、米印の海軍艦艇、マラバール2014は、 日本の米海軍佐世保基地にて6月24日に始まった。マラバールのこの会は、インド、日本、アメリカの海軍が関わる3カ国のものであった。演習は、空母打撃軍の運用、海上紹介、偵察作戦、大海賊作戦、VBSS 作戦、捜索救難演習、クロスデッキ着艦、海上補給、艦砲と対戦戦演習。 連絡商工のやり取りと上官を含んだ。インド海軍は誘導ミサイル駆逐艦、ランビジャイ、ステルスフリーゲートの縛り区、補給艦尺地により代表された。海時からは2隻の護衛艦と共に、P-3 小海機と US-2 が参加していた。米海軍からは、原選1隻、駆逐艦2隻、補給艦1隻と、海上偵察機1機が参加した。ニミッツ級 ジョージ・ワシントンに基づく空母打撃軍1個は演習の会場フェーズに参加した。2015年1月26日、アメリカ合衆国大統領とインドの首相はマラバール演習を格上げすることで共同声明にて合意した。ベンガル湾で開催される演習にインドは日本を招待した。インド海軍は通常動力型潜水艦シンドフラージ誘導ミサイル駆逐艦。 ランビジャイ、ステルスフリゲートの縛り区、ベトは補給艦借ィが参加した。イジは、冬月を派遣した。米海軍からは、原子力空母、セオドアルーズベルト、ミサイル巡洋艦、ノーマンディー、フリーダム級のフォートワース、ロサンゼルス級厳選シティオブコーパスクリスティが来た。マラバール2016は6月26日に、実施された。 この回も日本が演習に参加した。2017年の演習の間のベンガル湾にて撮影された海上自衛隊、インド海軍、アメリカ海軍の空母。マラバール2017は21回目の演習であり、7月10日から17日まで実施された。今回はインド、アメリカ、日本からの海軍が関わった。演習は7月10日から13日までのチェンにての 港湾フェーズとベンガル湾での14日から17日までの海上フェーズを含んだ。この回は空母運用、防空、対戦線水上戦闘、船舶臨検、捜索救難、統合的そして戦術的手段を重視した。カルナとビシャーカパトナムでは、米海軍とインドの海軍特殊部隊の間で合同訓練があった。合計で、 艦船16隻と潜水艦2隻、航空機95機が、この演習に参加した。3隻の空母が関与する参加国間での初の演習であった。インド海軍は、空母ビクラマーディティアとその航空団、誘導ミサイル駆逐艦ランビール、インド産のステルスフリーゲート艦、シバリクとサヒャドリ、カモルタ、コラとキルパン、シンドゴー主級潜水艦1隻と補給艦、ジョティ。 p 8アイネプチューン一機により代表された。米海軍は空母ニミッツとその航空団、誘導ミサイル巡洋艦プリンストン3隻の誘導ミサイル駆逐艦、ハワード、シャウプ、キット、ロサンゼルス級攻撃厳選1隻と p 8エーポセイドンが参加した。海事は出雲とその航空団、サザナミが参加した。マラバール2018は、 フィリピン海のグアム沖にて6月7日から16日まで実施された。これは演習の22回目であり、初めてアメリカ領内にて開かれた。演習は2段階に分かれている。港湾フェーズはグアム海軍基地にて6月7日から10日まで、海上フェーズは6月11日から16日まで開催された。演習は陸上と海上の訓練、空母運用。 海上警備と偵察作戦、訪問、上官、捜索、奪還作戦や専門職の情報交換に焦点を当てた。ニュースレポートに基づくと、中国に対する軍事グループとしての姿勢を取ることを避けるため、インドは演習へのオーストラリア参加を拒否した。インド海軍は、ステルスフリゲートのサヒャドリ、コルベットのカモルタ、補給艦シャクティ、 p 8アイネプチューンにより代表された。米海軍からは、空母ロナルド・レーガンとその航空団、2隻の誘導ミサイル巡洋艦アンティータムとチャンセラーズビル、2隻の誘導ミサイル駆逐艦、ベンフォード・トマスティン、ロサンゼルス急攻撃厳選1隻とポセイドン P-8A が参加した。海事からは、伊勢とその航空団、鈴波と冬月、P-1 哨戒機と、 ディーゼル型潜水艦一隻が参加した。2019年の演習に参加するアメリカ、インド、日本の艦船2019年9月2日に東京で開かれた日印防衛省協議ではラージナー都市インド国防省と岩屋武志防衛省がマラバール2019は2019年9月26日から10月4日まで日本で実施されると公表した。インド海軍は ステルスフリーゲート艦、サヒャドリ、コルベット艦、キルタン、ボーイングの P-8 アイネプチューンにより代表された。インド海軍の構成部隊は、東方艦隊を指揮する将官であり、海軍少将,将のスウラジベリーに立られた。米海軍は、駆逐艦、マッキャンベルと p 8エーポセイドンにより代表された。海事はカガ、サミダレ、町海、P-1 が参加した。 2020年の演習に参加するオーストラリア海軍、インド海軍、海上自衛隊、アメリカ海軍。24回目となるマラバール演習は2段階構成であり、第1段階は11月3日から6日までのベンガル湾ンビシャーカパトナムの沖合で、第2段階は17日から20日までのアラビア海にてであった。マラバール20は、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行を考慮に入れた接触なし会場のみの演習である。自由で開かれたルールに基づくインド太平洋を支援することを視野に入れ、オーストラリアもマラバール演習に参加するものだと決定された。今回でクアッドの全4海軍は13年ぶりに合同で演習することになった。 マラバール2020の第1段階での参加艦船は、ジョン・エス・マケイン、シャクティ、ランビー・ジャイ、シバリック、シンド・フラージ、バララッと大波を含む。演習第2段階の共同作戦には、ビクラマーディティアとニミッツ、ニの空母戦闘軍がいた。第2段階は、戦術訓練の夜間作戦、洋上補給、砲撃訓練を含んだ。 スティーブン・ビーガンアメリカ合衆国国務副長官は10月20日にクアッドはより組織化され時間の経過とともにある時点で形式化されるべきだと発言した。フランスが4カ国に加わる方針を立てマラバール演習の近辺で年に一度のジャンヌ・ダルク海軍演習を計画したことが2021年5月にサンデー・テレグラフにて報じられた。ありがとうございます。